まあこんな感じでね、私らね、あっち行ってみたり、こっち行ってみたり言うて、そんな感じでやらせてもらってんねんけども、ちょっとね、温泉でも入ってね、ああ、ゆっくりできたな。うん。じゃちょっと飯でもね、お食事もちょっと行ってきますよ、朝食。うん。じゃあ、さよなら。さよなら。ブドウの終わってからな。蒸し焼きやね。蒸せとるな。何入れてもなんかゲーム出たの。私らも50ぐらいも出てるけど出てたよね。あ、そうか。作ったてやね。ゆずだし、エビとかこっちで食べた方がいいかな。うめえないね、目が。そのまま食べれてるとは言ってる。これ小鉢やね。ちょっと小鉢、まあ、少しずついろんなものが入ってるから、まあ、こういう方がね、朝は食べガツリとは食べれないから。セミが。通過耐久です。危ない。いやー、今日はライティング日和で、なかなかいい天気やね。これから我々が行くのは、人類最果ての地ではないが、玄武白虎スジャク、そんな感じでね、行きたいと思うんですよ。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。誰も手振ってくれへんね。
玄武道ちょっとわからなくて、ね、順番に北朱雀道、そして玄武道、白虎道とかこう玄武、白虎、朱雀とか続いてるんですけど、まあ多少わからなくて、ね、ちょっと迷ったこと、迷った感もあって、まあ、100m 単位でまたあるってことはそこまで離れてないですかね。こちらが前北朱雀道、こっちは白虎道、 30m こうですよね。白虎隊もねこの辺で活躍したのかもしれないけど、全然いませんね白虎隊はね。白虎道横向きの先生、白虎道これね、これはなんか驚くおろし人工的にできたような感じだけどね、実は違うんですよね。うん、僕はなんかね、かさぶたというかなんかね、集合体というかなんか見ててあんまりこう圧倒されるのもあるけども、なんかすごいなこれ。キモいとこもあんねんけどね、なんかね、なんか気持ち悪くないこれって、これな、誰かがこれもし逃げ出すことから気持ち悪いね、なんかね。姫路焼きもすごいもんね、これお城の石垣とは違うもんね、これ本当に自然できたの、これ何者かが、この宇宙人が何か作ったんじゃないですか、気持ち悪くないね、これ。玄武道の方はまた140m、まあ、その洞窟っていうか、その洞まではそこまで距離がないんですよ、これね。 100m とか 140m とかの幅で点在してる感じ、その何キロも行ったりするほどのあれはないんですけども、なんかね、そういう岩の崖のね、あのコンストラクションというか、こうね、やっぱり色的なもんもあるし、こうなんかペイントされたみたいな、油みたいな、これ自然のね、温泉があっても、暑いも肌で、ね、肌で暑いも入るし。